谷垣源次郎に熱いものを覚えたマエストロの反応集。現在ヤングジャンプアプリにて最新話まで無料配信中、ぜひご覧ください。スケベマタギ。このマタギスケベすぎる。スケベすぎるマタギという唯一無二のキャラクター。俺にはよくわからないがホモにはたまらない要素が満載。メス牛。へえ、かわいいね。コクマちゃん。他の人は皆脱いだよ。むっぱー。谷垣にしか。どんどんとアイドル化していった男。ゴールデンカムイのヒロイン。谷垣をエッチな目で見ないでください。プリケツ。そうセクシー。ゴールデンカムイで一番エッチな子。作者の性癖全部ぶっこみまん。おっぱいもあるしセクシーだよね。ポムポムプリンの擬人化。ヤンゼンのタワワ。谷垣にしかのせいでフェミがうなってる。またぎの性的搾取というワードが忘れられない。ヤンジャンのグラビアを飾った男。現代ならグラビアで関東を飾れるまたぎ。すげえ綺麗な体してるな。人気と再登場要望が反比例する男。愛されてるがゆえにもう出るな帰れと言われる男。読者サービスキャラ。作者サービスキャラ。作者の悪ノリが過ぎて完全にホモのおもちゃとなってしまった悲しい男。つまり作者のおもちゃ。本人はのんけなのにホモ人気がすごすぎる。源次郎ちゃんモテモテだね。幼女からおっさんまで。作中でどんどん太っていく豚。恋とは精神面で成長し、谷垣はムチムチと声太った。超えたけど体つきはすごいんだよな。15キロ増はちょっと言い訳できないデブ。北海道のメスはうまいからブクブク太ったんだ。ふっくらして可愛くなったな、源次郎。めっちゃ過酷な環境と状況なのに、ブクブクと15キロも超えることができるのは才能だよ。節制しないといけない軍人止めてマタギになったからな。そんな太るような食事できないのに西パナに食ってたんだ。インカラマの紐として美味しいのたくさん食べさせてもらってたらしい。その声太った目牛のようなだらしない尻を突っ込めたらどうだ、谷垣一等卒。完全にアイヌに適合した男。アイヌと和人の交流の漫画って意味で見ると、杉本以上に王道主人公っぽいことしてる。のんけからもスケベな体って言われてるのがもう。タガメ漫画に出張しても違和感を感じないくらいに鍛え直した。単行本化にあたり日刊を大幅情報修正される男。こいつ女としかセックスしてなくね。いや、その、男セックスしてもらっても困るのですが。作中のおまるなセックスした数少ないキャラなのに、ホモのおもちゃ扱いされてる男。ヤンジャンのお色気枠。胸を盛られた男。エロ担当。読者人気のためのエロ要因。何がひどいって、スケベな身体してるってのがあの世界での共通認識っぽいのが。谷垣き、ん、た、ま、でかいのか。その丸何が入るんだよ。これがゴールデンカムイか。少女団のお荷物。ブヒー。真面目で不器用で義に熱いって嫌いになる方が無理、あとちんかい。あの体でまたぎは無理だろう。踊り子やれ。うまく、踊れない、ブヒー。この辺から作者による谷垣の扱いが暴走し始めた感。武者ぶり大根。集英社のライザリンシタウト。作者の寵愛を受けた男。作者の寵愛を受けるっていうか、性癖の塊だと思ってる。サディストの芸に愛されている男。作者は芸よりの場合って感じなのかな。プロットアーマードマタギ。集英社のライナーブラウン。守りのライナー、受けの谷垣。歪んだ愛じゃなくてちゃんと愛してるキャラやぞ。ライナーと同じだったら今頃嫁と子供がいなくなってる。作者から偏愛されてるって書はライナーと共通だが愛され方は結構違いまして。中の人こんな役ばっかりだな。
この辺はわかるんだけど刀語りの主人公がどうにも繋がらない。刀語の主人公は真っ当に愛されてるだろ。デビュー作だからな、演技固まったらのぶとい感じの男性が主流になったんだろう。ライナーもウルガも谷垣もファンから愛されてて役者冥利に尽きるだろうね。ライナーって細谷だったんか、キャラ運強すぎん。この世界の片隅にの周作さんは真っ当にいいキャラと声してたよ。裏表なさすぎて敵味方とも雑魚と思ってるのはいるけど嫌いな奴はほぼいないよね。尾形ですら谷垣は真面目な男だから裏切りはしないって評してたからな。杉本なんで谷垣のエロ写真大切に持ち歩いてるんだ。この漫画殺すとなったら直前まで笑い合ってた奴でも殺すけど、殺さなくていいやってなったら普通に見逃されるよね。オンオフが面白い。娘も生まれたばっかりなのに谷垣の血のせいか逆立つ剛毛なの笑った。女の子は父親に似やすいというが、そこなのか。アニメ1号のヒロイン。アニメ2期のヒロイン。なんで首だけ加湿修正されるんだこいつ。作者の愛が増すたびに首が太くなる男。これ超えたというか鍛え直したようにしか見えんわ。超えたくらいじゃこんな首太くならんだろ。ダメというわけじゃないが一時期めちゃくちゃ太かったな。まあ連載は絵柄変わるもんだけど。ゴールデンカムイ加湿修正クイズ動画みたいのが半分くらい谷垣だった気がする。だいたいムチムチさせるか胸毛が増えてる。なんで谷垣はいつも脱がされてんの？エロいのになぜ脱がさないの？ファンブックで作者からのコメントがめっちゃ長い。ファンブックでのキャラに対する辺見先生のコメントが杉本やアシリパさんクラスでもさらっとしてるいるのに一人だけ愛が深すぎる人。他のキャラは2行しかないのに谷垣だけこの行。ゴールデンカムイのセックスシンボル。意外とエロの少ない中で明確に性的搾取を受けてる子。一番良くない目で見られてるキャラ。見た目以外にもあざとさの塊だし。オスのメス牛。めっちゃいいキャラだしいいシーンもあるけど作者の性の吐け口。作者がエロいと思う要素を全部詰め込んだ欲張りセット。グラビアアイドル。もうちょっと足を開いてみようか。最終決戦に参戦したら谷垣カエレがトレンドになる男。もうエピローグで家族で幸せそうにしてる1コマに出るだけで良いよ。このまたぎギリがたすぎる。生きてまたぎ生活で連載して。